でもね、最近ほら当たりがちょっと弱かったですから、タイムリーに当たりたいなってちょっと思ったんですね。ねえ、いいじゃん、燃えてますよ。バントフレにご注意ください。なるほど。勘違いっていうわけだ。電池終わっちゃうよ。電池はないよね。最近ジンクス中継っていうね、ジンクスというか、もう言うとどっちに転ぶかっていうところがね、その日によって違いますけれども、さあ追い込まれた岩田、粘れるか。4番に入れた内藤にスリーランホームランを打たれたんですが、すかさずグランゼロは、赤羽のタイムリーだと6番の松井に1点のスリーランホームランが現在4対3の得点を決めていると、なおもツーアウトランナー1塁で攻撃中。Thank you.